こんにちは、なべです。よろしくお願いします。今日は、モデルさんの、来ていただいているトップスの感じとか、あとは、ちょっとした女子会とか集まりに合いそうな、ヘアアレンジを紹介したいと思います。早速やっていきますね。まず紹介するのは、ちょっと時短テクニック、割と簡単にできるようなスタイルをまずご紹介します。でモデルさんの今の髪の状態は割と、なんていうんだろう、さらっとブローしただけというかストレートの状態なんですけど、この状態に、アレンジしやすいように軽くスプレーワックスをつけていきます。で、手ぐしで全体集めていって、まず結ぶんですけど、この耳の延長上というか、ちょうどミドルの位置に集まってくるようなところで、一度結びます。で、使うのはこちらのシリコンゴムです。でこの時にちょっと集めた位置がこのぐらいのライン、ピタッとしすぎずルーズになりすぎず、で耳の上に少しかかってくるぐらいの方がこう結び、一つ結びみたいな感じにこうギュッとしすぎないで崩しやすいので、結ぶ時点でそれぐらいの感じにしとくと後から崩しやすいです。でこの段階で少し